ペイの1枚さあこれどっちだろう。3万がないから6万とペイで、6万は使われきってるからペイしかない。あ、使ったね。なんと岡澤はこれ追いかけるの。もうちょっと今考えてる風ですね。なんかこっちから見える感じだとそっと天を仰いでましたが、結構景色良さげですよね。でこの場が追いかけて、はい、追いかけて曲げました。羽角あの1枚切ら多分。ああ、パーティン積もりました。裏1倍裏ドラガスピンチは乗っていませんか。ペーとドラドラ、あそっか、はい、ピンチもピンフ3色 E ペーコドラドラ、はい、4000、8000の積も上がりとなりました。でかいでかい、3ピン入れた。さあここも勝ちそう、そくり打ちました。多いすごい4倍山。君はね、独り言言ってんの。あーやばい、と一発。いや、コーンさん言ってくれたんで、そういうことにしてみました。完全の、あ、倍満だ。いえいえいえ、はい、これ、ウィーチ一発積もドラゴンドラ、表3枚に裏、はい、この倍満はきついですね。ようやく、入院されたね。もちもちになっちゃうっていう。ああ、ちもちもいね。そいつだね。あ、あ、しか出た。中華製は、パーワン。パーワンをカンちゃんのせいにしました。あ、ドラドリハマに。さっき、ダウンアンコスさんだ。お、来た。パーワンを。嘘あった。どうして手詰まり。手詰まりか。こんなことが起きるんだ。偶然な。あー、バイマン積もった。ドラの2万を積もりました。松ヶ瀬新一ドラさん。2ピン2枚と2万4枚いるんですよ、山に。おったー、うわうわ、先にドラの2ピンを引き入れました。あれ、これ2万って、すごくない、何これ。8山最後の、あった、あー、2万もったいぶってきましたね。もったいぶってきた。山がもうもったいぶってましたね。ぶったこれは本当に。太陽ピーフ三色赤ドラ4100、8100のつま上がりです。いやー満杯だ。広いどころや。ここでドラの箔を放って笠原完全満町の天杯です。その箔は水原がポンしました。これは本日の2、3点で亀3色、ここは闇線に構えました。噛んだ。さあどんどん圧かけますね、圧かけますね。ドラの水原乗った。水原2枚進みました。倍満になりました。これポンでしょ。倍満になったらポンでしょ。違うのかな。水原少し考えて泣きました。怖いですけどね、もう草場があまりに、もう怖いも何もないですよ。積もられなら4000点とかの出費しみそうですけど。あー来た、先輩来た。本日白ドラ5倍満だね。はい、老朽ピン待ちの天、老朽ピン待ちです。でもね、いる、めっちゃいる。むしろ小宮が一番伸びたの9ピンです。 C で9ピン待機、粘り、粘りをした。さあ、小宮が3色で9ピン待機。いやー、これドキドキするよ。あー、これ止まらないでしょ。これ止められない。いやこれは頭跳ね水原の上がりになります。各本一ドラゴ1万6000点の上がりです。これか、ドラがアンコになりました。これはストムパン気がしたいな。そうですよね、はい、ここでアンカン。うわー、なんと2万、ドラが7。怖いですよ、リーチは。あ、でここですね、僕これ2面の方がいいような気がする。ちょっとそうですね、うん、はい、ここは振り点のイースト を残しましたね。はい、なんかまあ普通なんですけど、さあ、イースト積もった振り点選択が成功となりました。これは大物手。あ、これ3倍マンかな。来ましたね、リーチ積もドラ9だね。9あってほしい。ちょっと欲しい。あ、これはいけるか。オッケーだい。さらに上が、これはなんださ、ちょっと形が自力で、これはこれはもう結構主婦。あっと、これは大玉。岡澤が3ピンを引き入れて、トイトイ3個、高め数万個。これはどうだ、はい、はい、これは岡澤のセロです。数万個
のツモ上がりですね、8,000、16,000です。期待に応える。これは最低ね。あ、もうコメントも大盛り上がりですね。